ああ。さあ、こんばんは、お疲れ様です。今日も20時、まあ、半頃になりますかね、イベントを始めていきますのでよろしくお願いします。来週もう大きな大会ですので調整に来てる人多数という感じでございます。から見てくれてる、わお。あ、来週 XS でございます。東京は秋葉原e スポーツスクエアか、ね、行われますのでこちらもよろしくお願いしますと。上の エントランセルさん、チリの人が見てくれているというコメントが書き込まれております。ニコイコさん、こんにちは。
南米ですよ、南米。チリのラップメタルとか聞いてますよ。南米はね、すごくね。あ、グッチさんも来た。今日はですね、まあ、僕の希望なんですけども、シングル戦やろうと思ってます。シングル戦です。誰が一番強いのか決めようぜ。とりあえず今週決めとこうぜ。シングル戦でどうしようかな。一発トーナメントにする？いや、俺たちのエボリューションでいいんじゃないですか。俺たちのエボリューション、オッケー。いいでしょう。すぐ終わるでしょう。この人数とこのゲームなら。この人数ならね、そうだね。うん、何日かに分けてやるってでもあるけど。まあエボジャパンのね、前哨戦で。スーパーバトルオペラでもいいよ、うん、おあのチュンリーのバックジャンプね、ちょっと強いですね。昇竜拳 .com でちゃんと判定の移り変わりとか見せてほしいんですけど、はい、いきなりいなくなるじゃない。へえ。いや、乗ってないんですよ今のところ。歩きモーションとか、はい、ガードモーションとか、ジャンプとか技しか乗ってないってことね。技しか乗ってないんですよ。 あれちょっと欲しい情報なんですよね。なんか滝輪さんのページに確か飛ぶまでの速度とかは数字は出てるんですけど、いや、なんだっけな、なんか判定見れるようになった時に、そうなんすか、タッチとガードだけは乗ってましたよ。確か判定表タッチとガードだけなんか新しく追加してて、バイソンのタッチとかがおかしいっていうのを改めて、あれは大変ですね。そう、見て分かったっていうのが。ジャンプは乗ってないっすね。飛ぶまで3フレかかるとはいえ、判定がなくなるんですか。すぐシュッ、もう下段もなくなるプリがすごいんですよ。セイバーのサベルとかもそうで、まあ、入れっぱでとりあえず1フレで行くんですか、あのキャラは。なるほど。1フレ目に下段が無敵になってるんですよ。それに近いことが起こってるんですよ、このキャラ。確かにね、予想客とか強いとはいえ、あんな早く出ねえだろ、ね、遠い。お、いい動きしてるぞ。あの垂直どうにかしたいですね。あれね、どうにかするには前歩き勝利しかないですね。マジ前パンチペンペンでもダメですか。前ジャンプペンペン、上り中パンはありですけど、ありだけど決め打ちだよ ね。そうですよね。見てからだとなんか向こうの技が出ちゃいますよね。そうなんですよ、前に歩いとくしかないんで。ヒロヤンは前歩き勝利やってたんでまああれがベストだなと。人間ができる動き。お、釣れた。いやー、こっからね、真空をまあ怖がりつつ裏に行かない、表でしたね。うえいグッチ連携。飛んで今度は効かない。いやー、中足が強い。
とりあえず貯める。タイパンチ置いてあった。さあ見てるぞ。あー止まっちゃいましたね。お、あるある、バン、あーっと逃げた。ほらいなくなるじゃん。消えた。あのダイヤチクラキャラの方が多いですからね。使っちゃったけど、さあ、よ、よく、さあ、よし、じゃあやりましょうか。やりましょう。今日はストッツーターボスーファミの世界チャンプが来てますんで、はい、世界どこだっけ、国技館、あーターボ、ターボチャンプ、チャンプ松崎が来ておりますので。ターボじゃないでしょ。ターボじゃない、ターボはあれじゃない、中野サガットじゃないの。そうだっけ、うん、あ、初代か。ターボは中野サガットでしょ。初代じゃない、初代か、うん、あの決勝じゃんけんで勝ったからガイルを使えたという。初代でした、ごめんなさい。でもそうなんかね、相手の方がね、あのガイルの代わりが竜だったんですよね。剣かだったんですよね。じゃあダメですね。チャンプの方はちゃんとサブキャラがチュンリーとかだったんでそうダルシム使いですね。そうなんですか。なんかでもそのゲームストにはガイル、チュンリーって書いてありましたよ。ああ、そうでした。じゃあこのクレジット最後でお願いします。はい、アーケードとスーファミは2。なるほど、国技館はスーファミ、ゲームストの方ってこと。初代のことでしょ、うん、スト2ターボもアーケード版も大会あったんですか。あった。アーケードはない。アーケードはないですよね。スーファミしかないですよね。ダッシュはありました、ありましたね、立川さんですね、はい、あれ何年前だろうね。わかんない、マジで20年は経ってますね。スーパースト2はそういうのなかったんですか。スーパーなかったね、そういうの。いや、まあアーケードは稼働が短いからあれですけど、あのスーファミ版も出てたじゃないですか、うん、そうですね、あれすげえ流行ってたんですけど、結局スト2の大会は みんな見てるけど、うんうん、スーパーはそんなになかったっぽいですね、うん、スーファミのスーパーすげえ面白いゲームで、面白いですよね、あれね、よくできてる。判定おかしいけど、たまに壊し裏剣とかさ、あ、できるんですか。出るんだ。へえ。さあ、それではシングル戦ですよ、今日は。あ、これはじゃあ二回転さんが入って12人で、誰か来るかしら。龍が多いね。僕はダルシムで出ようかなみたいな。ウソです、バイソンです。よし、じゃあダブルリボタン2つ、ボタン2つでしたっけ。ボタン2つだったか、なんか記憶にないですよ、その辺は。あれさ、ずるくない、ほぼ必ず昇竜拳逆に出るんだよ。ほぼ必ず昇竜拳が逆に出るんだよ、うん、でもな、投げれるんだけど、ガードしちゃうとダメなんだよね。はい、やりましょう、やりましょう。
前勝ってたのに。ひねくんは成長してます。ムーさんは果たしてこの1年、ムーさんは果たして成長してるのか、成長しているのかどうか。エボルブなんで。はい、それでは今日はシングル戦です。はい、お疲れです。あ、リセットしてやってください。ありがとう。シングル戦を行います。ダブルイルミネーション形式の。よーし、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2 で、OK かな。シロさんは帰っちゃうそうです。OK、 じゃあ新谷さんからルールをいただきましたので、それでやりましょう。今日はシングル戦です。もう増えないかな、大丈夫。誰か来るとか聞いてれば今のうちに教えてください。大丈夫、誰か来るとかあれば今のうちに教えてください。はい、では、全出席で
シャッフルしちゃいます。トーナメント表を作りますよ。はい、それでは皆さん聞いてください。本日のルール、シングル戦でダブルイリミネーション形式、1回負けてもまだ生きています。で、倒した相手のキャラももらえます。将棋と一緒、倒した相手のキャラをそのまま自分が次の回で使えます。そう、はい、というルールでいきましょう。そうだね、いや敗者復活あるんだけどね。で、ウィナーズで決勝戦に上がった人、これさ、ゼロ回戦があるんで、あれもまあいいか。いや、ゼロ回戦もありでしょ。シードの、あのその分勝って頑張ってるから、もらっちゃえ、もらっちゃえ。はい、運が良かったって、それでいきましょう。はい、で、ウィナーズで勝ち上がった人はグランドファイナルで戦うときにメインキャラ2体、メインの方もらえる、相手のメインだけもらえる。あ、選んでもいいっすよ。あ、それでもいいっすね。使えるキャラの中から、で、取られちゃったら、あのルーザーズに回るじゃないですか。もうそれ使えない。それに取られたやつは使えない。相手の、自分が使えるキャラより相手が使えるキャラの方を取るっていうのもありかな。そうですね。はい、というルールで大丈夫でしょうか。皆さん聞いてますか。はい、聞いてないですね。いつも通りです。いや、メインも取られるんだけど、まあ、1回戦負けたらさすがに使えますわ。メイン残し、あ、そうですね。まあ、将棋と思ってください。将棋です。ニアさんのルールいつも面白くていいですね。はい、それでは皆さん聞いてましたよね。もちろん大丈夫ですよね。ムーさんがニコニコしながらうなずいてますが、絶対に分かってないですね。はい、では、いつも通り上が 1P、 下が 2P でいきましょう。 1P 側グッチ、 2P 側ミハル、その次の試合ヒデ対ニアです。グッチさんに 1P、 ミハルさん、ミハルさんいる？ OK、 クレジットピンクです。はい、それでは行きましょう。そう、 1P 側グッチ、 2P 側ミハルで始めていきましょう。勝ったら相手のキャラをもらえる、こんなに美味しいゲームがあっていいのか。さあ、今日はでもね、 あんまり変なキャラいないから、フェイロンとかキャミーとかもらってどうしようみたいな、そういうのはないですね。さあ、じゃあキックダブルに、いい引っ張り投げ、まずはミハルが1本。さあ、ミハルさんいつも画面をまぶしそうに見てますよね。さあ、うまいな。さあ、お、いい最高。あそこはダブル2対策の中盤とか置かれることがいいので、最高は正解になりますね。さあ、グッチが厳しいぞ。お、タッチパン、噛み合った。さあ、三原は様子を見ている。さあ、どうなる。グッチがちょっとリードした。
上り中盤反応した。ナイトメアガード投げる。あさあ読んでたのに投げられてふざけんなよと。おお、しかし投げれ、三春勝利。まずは勝ち上がりは三春。三春さん、次の回戦では竜とベガ使います。ヒデワンピー、ニーアツーピーです。トーナメント表ここにあるので皆さん見ておいてください。次の試合が店長ワンピー、2回転ツーピーです。これキャラ書いてないけどみんなメインキャラでいいよね。さあヒデ、1回負けたら死亡説が流れているが、でもね、あの1回戦で負けた場合はまだ大丈夫。そうですね、メインキャラ1回残ってますんで。さあ、必要にずっとジャンプしてくるこの人、しつこい飛びだ。ピヨっているちょっと考えてからの大いちょう、ずっとジャンプ。さあ切り替え、あああれがね、目の前だと落ちないんですよね。難しい。本田も食らって大一応確定あるか。ないんじゃない。なんかフェイロンみたいにねえ、あれはすごいんですけど。さあ食らってしまう。リターンを求めるんであれば頭突きか張り手なんですよ。そうですね、ダウンさせたいから、ね、ダウンさせたいですね、うん、100巻ね、巻き込まれて負けたんでこの間。わかります。もう二度と打たない。あら、なんか100巻打ったらなんかもう背中側にチュンリーでみたいな感じですよね。あーみたいになるんでさあ、まあさすがに飛行戦ですゼロはね。まあでも次のラウンドまでの種が巻かれたんじゃないかと、うん、あの飛行剣をもっと早くジャンプしてれば着地で鬼無双の読み合いがあるんですよね。へえ、ああそうなんですか、はい、空中で落とされなければ。そうカラージャンプ鬼無双をやってみてたまーに戦列に勝つんでさあ、せん、あっ、おっ、運が悪いな今のは。さあヒデどうなる。あーおーあーおーあーおお、一生こすってるこの男どんだけこすってんだリベンジ達成、ニーアー勝利。ニーアーさん次チュンリー使いますので、どこかで待ってくれるかなと思って、まあ読み合いでしたからね。うん、さあでは、いやー、昨日のリベンジやられた、しょうがない、ルーザーズでね勝てばいいからね。どうぞ、はい、ということで、次が店長2回転、店長さんと2回転さん、次がね草、次草さんともみおだからね。でさあ、さあリュウバイソン、今日の店長さんどうですか。今日の店長さんね、結構キレキレですよ。キレですが、ワンピーですね。あっ、止まった早速。 OKOK、 さあ、あーピンされた。ヘッドがなんか大パンになったのかな。あー投げ返して、裏から中パン投げは投げにならなかった。さあこれは熱いぞ。あー、ワンからガード、ゲージも溜まった。お互いどうする。さあバックジャンプ誘ってるぞ店長、抜けて、おー、これはしゃがみ大パン、はい、さあいいですね。しゃがみ大パンね、ニョキってちゃんと出るからね、いいですよ ね、ああいう地にはなるから、うんうん、あ、いって、さあやばいぞ、いいぞ、2回転いい感じ、痛い、短パン痛い、今掘り、さあ上見られてる、完璧。ニカさんが今度リュウバイソン使いますね。さあ草さん 1P、 ストマックもみおが 2P、 もみおさーん、おい、もみ、はい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 、やって、はい、あっちほら草もみお。さあこれは草さん勝っても得るものがなさそう。ザンギだからね、ザンギあげる、これは草さんがザンギ使ってるとこ見たことないですからね。ヒデが負けか、負けたんで、まあそのまま、ニーヤがチュンリチュンホンダで、ミハルさんがリュウベが、はい、さあ食らって
ついきついきついきついぞ。おー大キック、いい大キック。あの高さだともう超高めの膝ぐらいしかないですよね、うん、さあいった。あーでも神になってる、ダブルアップ。あー戦列出してくれない。おっとあるかなかった。落ちなそう。あの画面パチのバックジャンプ落とす手段がきついですね。もう歩いて、はい、無理やり食らって投げとかね。歩いてダブル上がりやってみてダメだとしょうがないですよね。そうですね。さあ今ちょっと連キャンジャンプでしたね。でしたね、はい、この辺をいち早く取り入れたモミオは、はい、次 1P エクスパー 2P ミハルです。さあいった、アトミックスペルクスヘール。今度も出さない読み、これはおもむろにもう食らえないぞ。上上さあ食らう食らう。さあドット遠いぞ、ドット遠いぞ。あダブラリ出直か。あー飲めない。さあ、あー死ぬ。あーうおー大パンが長い。今連キャンジャンプですね。下がって何かをしたつもりなんだけど連キャンのせいで下がれてなかったという ね、 もう前ギリギリのジャンプ強パン、ね、素晴らしい。さあ回って上行った。さあアトミックスプレックスでかいの選んでいく。上しっかりこれは待ってた。あれ絶対先飛びできないですよあの技、はい、うおー、うまい。さあどうするジャンプからのバックジャンプが強い。すぐさあバックジャンプは置かれてた。まあ置きありですよね。ありですね。突っ込んできたところに当たるのもありますから。あそこね、タッチ強キング出してもそんなに悪いことないですからね。悪いですね。さあいけるかもみお、頑張れもみお、あ頑張れ頑張れモリオ。草さんがあーやるしかないか。あーそっちでかいのを狙いすぎた。さあ勝ったのは草。さあチュンリー残儀ですね。草くんが11番。はい 1P エクスパー 2P ミハルです。で、ミハルさんは2キャラ使えると、はい、カピタンさん、カピタンさん、カピタンさん、次の 1P 側です、はい、リュウとベガを両方使います。どっちから使ってもいいよ。リュウから行く。次の試合 1P 側です。たしなみ、さあ隠しから出てきましたねミハル、リュウ。まあ竜ならねみんな使えそうですね。うん、まあ竜使えないはなかなかな。ミハルさんは基盤持ちなので練習しようと思ったらする環境はいっぱいあるという。なるほどね。さあ飛んだ。やってじっとしている、じっとしている。おいいですね。しゃがみアップは僕も好きです。あの技悪くないんですよね。好き。さあなんだなんだ、初心者の地上戦。さあ、いった。おおあああ拾えた拾えた。しかも痛いところ。次ニーヤーさんと、さあ、ごめん、打ってみる。さあ、昇竜悪くない。置ける。これはこれは、ミハルさん、ベガーの動きを竜でやってますね距離がね、距離が遠いですからね。遠いですね。投げた、はい。うわあ何それ何それ俺のおしゃ、俺のジャンプコパンを見てくれ。飛ぶ飛ぶ。リバーサ出るんすよ。出ますね。あーあー合わされたが噛み合った。これでも勝ったら相当美味しいですよね。一つ取れるってこと、うん、二つですよね。あ竜を取れるからね。竜取れる。あなるほどね。さあエクスパーがでもシンクあるからもう分かんないよ。あれシンクが出なくてあれって言ってますねこれはもう時間が足りない。シンク剣、シンク波動剣出なかった。シンクね、むずいっすからね。いやまだ向こうはベガもある。僕もシンク出ないっすからね。さあこれはこっからね、こっからですね、本番ですよ。しかしこれ、ミハルさんは勝っても得るものが少なそうですねベガリュウリュウともらっちゃって、ね、どうしようですね。
さっきの感じの竜のね感じを見るとあんまりもらってもあまり嬉しくはなさそうですね。竜強いと思うんだけどな。投げる竜強いっすよ、何でもできますからね。何でもできるよね。何でもできるし何にも。おっと突っ込んでく、突かしたはずが中小竜。お、いいよけ。あーっと中足見えていた、波動削って、あとはあー踏まされる。あれ起き上がり小竜巻、しょうもないけど強いっすね。ほんとしょうもないっすよね。さあやりたいだけまーん。あーあー、お投げた。あーあぐだぐだ。ああ、どう投げた。裏スライディング、めくりはガード。今のどっちかわからない。めくりですね。あんだけ裏にいたらめくりですね。ね、さあこっからは様子見。おーおー、なんかなんだろう、昇竜かな。飛んでた飛んでた。水ジャンで落とそうってやつですね。でも昇竜拳出しても大体スカル位置に落ちてくるから難しいですね。難しいですよね。それでいて削れるのがあの技の強みですね。さあ上素直に来た。これはあー壁が間に合っていない。さあ端っこ攻めが強いぞ。リハルいっちゃう。龍龍 暴れたけど出なかった。おめでとうございます。さあで次はね、はいどうぞ。はいどうぞ。さあ、リセットをお願いします。はい、ニーアーさんはチュンリーと本田持ち、カピタンさんはダルシム一体ですね。ダルシム、この方初代並木時代に結構よく来てくれてて、当時ジャイダル、剣王さんが茶色いダルシム、はい、で吉村さん茶色いダルシム、はい、でこの人茶色いダルシム。なるほど。並木名物ダルシム回しというのが遠征者に対して行われていたんですけども、その X の頃もちゃんとやってたってことなんですね。そうですね、初めの頃はかなり、ね、でも本当に強かったですよ。並木はキャラ分布的にはダルシムチュンリーバイソン剣だったんですよね。なるほど。さあしかしニーアーチュンリーがものすごく適当。何それ何そのテンション。無に無に向かって打ったよゲージためにしてはちょっとあんまりがでかすぎる、あんまりたまんないような気もする。あんまりいや結構止まってますよ。結構止まる。なんだっけ、あれは7ボットじゃない。さあ上テンションとりあえず出す、出しとく。お、できることをアピール。打ち切りおじさんドリルをガードしてテンション出てるってのは偉いですね。ねえ、お、あーあーあーあああ、さあカプタンドリル。あーあーでもニーアーさんのチュンリーなんか動きは若々しかったですね。ニヤニヤしておるわ。またこれはダルシムをじゃあもらいましたのでおめでとうございます。はい、では使えなければ。じゃあムーさんが、ムーさん 1P ですね。 1P ですね。はい、2回転さんが2キャラ持ちなので、はい、敗者復活はまあ1回戦で負けちゃった人は、1キャラで負けちゃった人はそのまま、はい、かわいそうなんでね、そのまま。例えばこれで2回転さんが負けたら1キャラ取られて落ちる、はい、ということで、ということで、ただこれの状況で負けるとバイソン取られる可能性がありますから、そうムーさん竜取るかな。さあだ冷静冷静冷静。先ほどゲーセンに来た時ちょっとやった感じだと若干不安要素が残る動きでしたが、さすがに流線は、ああ小パン、ふたちゃんさんに勝ったからね、釣って去年の栄光。急に動き悪くなったか、大丈夫か。あっ、ふたちゃんキラー、ああめくる、投げる、何それ。
フレームがしゃがみパンチになりましたけど、あっと読まれて裏ガード立って2段目から食らう、おしゃれ、今すごいすごい食らい方したねせっかく鎖骨1段目立ったのになんでてかしゃがめんの、あれしゃがめるんだあれさあ大丈夫か、食らう上しっかり、これは対空、これは抜けて、さあゲージが溜まりそう、龍上からちょっと高い、でも死なない、さあ溜まった、これは龍が待てる感じ、体力リードしてゲージがある龍にはだいぶ厳しい、ああ食らってしまう、またとは言った、避けたがそれは手癖入れ込みで出してしまったインフィルノ、さあユンピョーから攻める攻める、ムーダルシムどうする、あー食らう、どうする、もう厳しい、上から昇竜だった、ちょっとこれはこれはいいんですか、いいんですか、さあ僕ですか、次が待ってくださいね、9番が勝ってと、はい、最後やったね、ダルシムモーライ、あっ出てきたのはトネピーダルシム VS 草ザンギ、草くんはサブキャラ実は少ないからね、チュンリーホンダ S ホンダぐらい見たことあるのは、実は DJ もちょっと使えたという、さあファイヤーファイヤー、ダブラリが出ないぞ、ニコニコしている、さあ舐めプレイしていく、舐めプレイですねこれは完全に、次ミハル対ニーヤー、ミハル 1P でお願いします、さあファイヤーファイヤー、タッチューキック、全く簡単なお仕事、ファイヤータチキョーパンと食らうと、ああダメか、インフェルノちょっと間に合わないか、さあ草さんギは何の役にも立たなかった、しかしまあもともとはチュンリー1本で大丈夫だというそれぐらいのキャラパワーを秘めている、さあタッチキック開幕、トネピーが一歩リード、しかしダルシム側の難しいところはチュンリーがゲージを溜まる前になんとかしないといけない、さあ掴んだ坂道、おっとファイヤータイク、確かにチュンリーサマーは暗い判定はかなり広がるので、うまい、さあ IH になる、トーネピーがリーチ、これルールの確認なんですけども、この状況でトネピーが勝ったら草ザンギかチュンリー選べる、でルーザーズに行った草くんはチュンリーなし、1回目の試合は残った方がいい、わかりました、相手から奪えるのがメインではなくって相手のキャラを使えるのがメインという感じです、トネピー、チュンリーとザンギ選んでいいよ、確かに、さあトネピー勝ち上がったぞ1キャラで、さあミハル対ニーヤ行きましょう、あいやチュンリー残る、第一試合目だけね、うん、第一試合だけ、第一試合で負けたら終わりだし、第一試合で勝ってもチュンリー消えるから、はい、相手のキャラ使わないといけない、ヒデ君から上バイバイ、
さお互い様ですよこれ。さあこそしてミハルリュウ VS ニーアダルシム。ニーアダルシム実は使ってた。ニーアさんはデダルシム結構うまいですからね。おやっぱりいやいい動きしてますよなんか。そうですね。スライディングいくんじゃない。いかない。あっとあー大足大足でもこれダルシムに勝っておけばね一応いいことです。あるそうですね。ダルシム使われるとめんどくさいけど使いたくないっていう人が多いと思うんでさあ上さあ僕もダルシム練習し始めた頃はね、まあ、いろんな人が俺のダルシムを見せてやるよっつってなんかこう俺が勝てなかった人になんかね、遊びで使ってるダルシムでさっと勝ってったりして悔しい思いをしたんですけど。さあ打っていく昇竜。あーとジャックスラはあの前強いですね。おーっと安尾ベガの癖ですね今のは。あー上り強パン前真空は波動拳2回ですね。はい。さあ上悪くはない悪くはないぞ。おっしっかり対空埋める。砂対空はしょうがないですよね。どうしようもないです。おーっと歩きすぎである。三原さん竜巻っていうのが強いかもしれない。あー高い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 勝利出せる出せる。さあ行くか。どうすんの。おあーあああ投げのね投げて中盤で投げようとしてしまうのもやっぱりベガか投げなのかな。今ガクガクってしてたんですけど。いやなんか鎖骨になっちゃってたよね。そう竜2個ありますからね三春さんは。いてもなぁと。さあニアダルシムがコパンコパン安全安全知っているこれ知識で戦ってますね。知識はもちろん、ね、すごいものがありますからね。おガードも知ってるユーグルスライディングから遅らせでこう多分今まで見ててやりたかったことをなんかやってる感じがしますよねちょっと今のそうですね。あの投げ前がちょっとからちょっと遠かったから外れちゃったけどちょっと待って中盤投げとかもあれねくっそ強いね連携なんで、ね、きっとやりたかった動きなんじゃないか。剣でもやってますからね同じこと、ね、次僕とトネピーか。そうですね。お僕3キャラいるけどいいの。2回転さん何でしたっけ。あ竜ダルバイソン強いな強いな強いよ勝ってる相手も強いから。あさあ上高い高いめくりきそう来なかった。昇竜拳出るじゃん。下がる中足は危ないですよ前に。あーあニーアーさんのダルシュも歩くな。歩きますね。ウォーキング投げるどうする。出るの出ない。お避けた。いやーあやちあやちあやちです。これバックジャンプの場合はしゃがみパンチで OK ですね。前ジャンプに出しちゃうと結構大変なことになる。そうですね。さあ上に行く埋める足払い前後やっていく。やっていきますね。うろうろしましたよ今埋める。おあそれそれなんか初代じゃん初代、ね、名前ついてましたよね。なんかヨガ殺人技にあった気がしますよ、はいすね、あれ確かさあ来たやっと3体目。こっから、チュンリー。そうですねチュンリーも本田もいるのがやばいです ねあっとかよさあ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 まあ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 ああウォーミングアップでね。ウォーミングアップまずはチョップの素振りからですから、ね、でもこれはあの多分ニーアさんがあの石棺に行くと多分めんどくさいことになるんじゃないかなと、ね、あーっと逃げる露骨おっとしっかり合わせるちゃんと見ている。あーっと大丈夫かこれ。あそれは初代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 それあの投げ前外なんで X はさあ逃げて
ワンチャンありますね。ありますよ、全然あります。お、出る。あ、安く済んだが、これは死にかくか。お、おお、コパンの方いいんだ、あれで。知らなかった。あの技超強いですね。さあ、死んだが、死んでない、生きてる生きてる、いや、死ん、生きてる生きてる、暴れた、投げて超じゃない気がする。いやー、そこはファイヤーだ。さあ、逃げられない。大キックがうまい。これはやることなさそうだぞ。様子を見ている。おお、ジャンプ強パン、なんだろうあれ。さあ、どっちを出す。いや、チュンリーでしょ。さすがのチュンリーでは、さすがのチュンリーか。さあ、しかしこれも知識はあるはず。そうです ね使ってるの見たことありますよ。まあ歴が長いだけあって、お、うまい連携、悪くはないが、ミハルがうまい。うわー、敵と投げさせない。あー、テンション待つ。あ、運がいい。削りに使う、投げる。ジャンプ強キック早出しはなんかガードしそうな感じがしますよ ねなんで強キックなんだろう。2回転か、投げて、ジャッキックとか、うわ、早出し、マジか。さあ、これはお釣りはどうすんの。サイコお釣りない。サイコお釣りありますね。小手がいいんじゃないですか。ゲインキックも結構届くことが多いです。ひどい時になると100列が入ります。ほう、あ、大野井くんは1回ガードして2回目にテンションです。あー、できますね。あの、はい、チュンリー細いから多分隙間空くんじゃないかなと、はい、あーっと、テンション出してく。まだしつこい男だ。さっきもしつこかった。中盤で拾われるまでやる気だ。さあ、まあしょうがないですね。ここで本田、やっとメインキャラ同士ですね。さあ、中張り手、中張り手、頭突き、張り手、あの頭突きを1回見せておくとベガ側もめんどくさくなりますね。そうなんですよね。打ってくるなこいつっつって、じゃあバックジャンプしようみたいな感じで、はい、あー、画面端行ってしまう。投げる。これでは、これはハマってるやつだ。あ、タッチガードか。なるほど、なるほどね。が、しかしタッチガードすれば引っかかるんだ。その場合は100巻ちょっと早めに出すだけで良さそうですね。当たんないようにする、当たんないようにする。あーっと、しかしこれは噛み合ってしまう。でもあれどっちがどうか分かんないですよね、あれ。お、うおー、うまい。いやー、さすがニーヤーが、さすがベガ戦詰めてるよ。決勝戦に進出。トネピーが 2P 側、僕が 1P です。ラウンド1、ファイト。
さあ下がったんでダルシムを引きずり出した。これむずいんだよな。あ、むずい、強い。あ、読まれてて天使を出す。読まれてる。天使出ない。天使が出ない。さあ開幕どうするか。いや、ここは飛行剣、飛行剣、飛行剣、飛行剣が出ない。飛行剣下がる。よし、たまった。ガードされる。さあ、ここはインフェルノを出して、さあ、これはしっかり上を見ている。さあ、フレームガードだね。なんだこれ。さあ飛んで、いやーこれは厳しいか。ふ、いい、どっち、うますぎる、どっち、なでろ、あー、なで返される。これはしょうがない。さあセルフ実況から、ここはダルシム、ダルシム、さあこれは投げかく。さあドリル、ドリルの攻防、ピュアらされて、セルフ実況って言うとあれですね、サードストライクの、タナトスさんのセルフ実況が僕個人的に好きですね。タナトスさん、サードストライクのサード勢のタナトスさんが確かやってた感じだったはず。さあドリル、ドリル性能が5分なので、さあここはドリルでやり返して、これはなぜにはいかない。まあちょっとフレーム的な関係で難しいのか。あ、ピノさんか、ピノさんもそうでしたっけ。ちょっと僕はそこまで見てないんです。さあなぜが減る。なんとどっち回収するんだ。チュンリー、あー、ニカさん強えわ、汚ねえぞ。です。汚ねえな、チュンリーもらうって、はい、ニカチュンリー強えぞ。まずはじゃあグランドファイナル。何それ竜チュンリーダルシムバイソン持ってるっていう、強いですね、3強キャラプラス竜って終わってる。いやでもこれホンダに負ける可能性ありますから。あ、ですね。その全てのキャラでホンダに負けれる。さあチュンリーバイソンですね、まず。はい、あ、すごい、英語でひどいことを書かれてるのは気にしないようにしよう。ん？ふあるです。このカスドンはなんだみたいな感じの。え、っていう意味？そうなの？そうなの？スクラブはなんか粒とかそういう感じの、ね、あ、なるほど。さあさあ、ゴチゴチ、おお、もう投げれず、いきなり、いきなりバイソン使ってるんですね。そうですね、もうチュンリーもいるし、リュウもいるし、まあいいかな、ダルシムもいるし、別に俺困んねえしみたいな感じで。さあスカル、スピーバーもダメ。そう、あの中キックがあの前強いんですけれども、やりすぎると、うわーっと、これはアップル、アップル、あっと、これは露骨にいってるぞ。いや、露骨にいた方がいい。お、できる、できる、できることをアピール。すごいですね、今のうまいな、俺できないもん今の。ちゃんと投げからの2択になって ね、あれすごいわ、やらしいな今の。おー、わーっと暴れてない、やばい、ついに動いてしまった。厳しい厳しい、大パン強、大キック強ない。踏んでも逃げられ、うん、逃げられない、これは厳しい。おっと、くぐって投げて、なるのか、うまい、背中か、テンション、マジかよ。あー、さすがに表あっ飛びはない。いや、表はない。あのテンション面白かったですね。あのテンション同じテンションですね。
あもベガでベガならいけると。あベガは使えますからね。さあいって、さあ攻めて攻めて固めて固めて攻めてるけどね、ダメージ取れてないんだよね、ガードしてるからね。これはターンもない、確定が取れない。あれ円大パンですよね。大パン大パン、ね、はい。さあ踏まれて上から行く。あれねー、バイソンの飛び落ちた人形高校でいい遊び。さあ食らってしっかり、ナイトビア出たのに食らうのよと。さあこれは目が出てきたか。ありそうですね。埋めて上から行く。コパン相打ち悪くはない。悪くないけど痛いな。大キックで差し返す。上に逃げられない。いやー中パン。さあこの強いんだよね。画面上だけならず3次元でもこすってますね、中パンを。いいですね。おっと何それ中ヘッドだったかな。かな。さあいって、どっち投げる。どっち投げる。もう一回かな。投げ返すされる。さあこれは下段いったが、やばい厳しいあーなんだよそれさあさあこれでリーチがかかったのか。そう、いやあと1キャラいないですね。そうですね、ダルシムがいる。ダルシムがいるか。まあダルシム出すよりかは本田ですね。さあ見られている。あ、いって、さあピオル、おわぁ間に合う。あぁ あるか。投げる。これはいい投げですね。ゲージがあるけど大キック確認。あぁあぁ暴れない暴れない。あぁ大パンが噛み合った今マジで置いてあった。使ったらワンチャンクレイジーまであったような気がするが、ね、確かに。あぁやばいぞこれは。ダメ一角。どっち近いぞ仮面が。いやーやばい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 。本田船長、あー歩いた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 。いやーまあ死にかけですね。歩いたな今。今ねリカさんね、レバガチャするのをね、あのもうね死んだって思ってね諦めてましたね。まあ、本田船苦手って言ってましたからね。気持ちで混ぜたらダメなやつですね。さあ龍いけるかな。まあ同時編で、ね、ニーヤさんしこたまやってると思うんで。キャラは勝ってるぞ。めくりに行く。いや画面端脱出の。さあしっかり出し。こっから。ああやばい。でん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 。でんでんと。いって。逃げる。完璧。完璧でございます。これはやることがないな。大丈夫か。大丈夫か。大丈夫だった。大丈夫だった。あれ今の大キックやってもダメですかね。うん。ダメ。おっと歩き投げに行ったがバックジャンプ。これはすかし。上が出ない。出ない。だられる。さあどうする。これはちょっと待ち。そして大昇龍おいちょでしっかり最大手が減るな。これは我慢する。さあこれだけ体力もらったので。あーっとちょっと判断が遅れた。今のは弱昇龍体育で OK ですか。いや弱昇龍だとね体ジャンプだった時多分スカるんだよね。あー終わってますね今の場合は。あーいい動画入って。あー踏まされない。大丈夫避けて。これね、スト2ならではのね、この画面の押し方で食らわせるっていうの好きですね、面白いですね。ね。ああやばいぞ。暴れる。あ大勝利。悪くない読み合いだった。さあ、厳しいか。突っ込んで。さあ、波動拳。いやー、厳しい。食らった。ダルシムだ、あとは。あとはダルシムで。本田を手に入れる。ニカさん最強じゃん。もうこれでダルシムを使って2回転さんが、あとはダルシムも自分でもあると。あさあチュンリーももらってなかった。そうですね、リュウ、ダルシム、チュンリーですね。あとはね、これで本田くん回ったらマジでどうするんだっていう。いやなんかねこういうねニカさんがこの強キャラばっかり持ってて、リュウも持ってて、はいはい、ホンダも持ってて、あのね5連勝してね任したいマジで分からせてやりたい。そう分からせてやりたい。あのねキャラをね持ってることがね有利じゃないっていうのをね
そうだね、そうやりたいね。さあ逆転ありそうな気がしてきた。しかしここはスラスト、ちょっとね、ちょっと今ヒヤッとする感じ展開的には。まあ、あとダルチュンいるんでこの竜は伸び伸びやれますよね。さあ、うん、歩きなじに行こうとしたが下段つながらない。さあフレームフレーム投げて受け身がない。受け身ないな、やばいですね。おさあトップスピンで逃げる。あんな避け方があるのか。さあうまい。あーっとつながらないが近距離戦難しい。壊しそう、まあ壊しをねやるんでそれを潰そうとするパンチにってことですね。今のやばいね、ドンピシャで当たってるのがちょっとさすがに笑うわ。押してさあ画面端、昇竜当たる、取ってるぞ。さあコスはしっかりガード。さあこれは埋めるぞいいですね、なんかこういうディスクリターンに見合った行動じゃなくてやりたいことやってくるの好きですよ僕。さあダイヤシカかくったのか。あーっとこれは終了。2回転本だかな。はい、ということでウィナーズは2回転3と。ごキャラ持ちですね。ダルシムリュウ、バイソン、チュンリー、ホンダ、はい、終わってる。さあじゃあルダム、グッチムー、グッチさん 1P、 ムーさん 2P、 ムーさん試合。はい、ということでこれニーヤーさんはこれ負けた人たちのこれもう一回これ確認なんですけど、はい、まずはメインキャラは、まあ、残ったままで、はい、僕は誰しも残ってる。1回だけ使えるってことね。はいはいはい、何1回だけ使える。チュンリーが消えたってことね、要は。あ、そういうことね、うん、さあムーさんのお互いキャラ同士やったよね。そうですね。さあここで負けるともうライフがないぞ。さあ投げる、投げ前が広すぎる。チームメイトとしては流線は頑張ってほしい。もらいたいです、ね。まあ、でも僕も倒せるんで大丈夫です心強い発言、強気な発言大事ですから ね大会前の。さあゼロドットなんか狙われてないあれね。あれムーさん大丈夫。さあ時間がないが投げ一発で死ぬぐらいの体力。まあいくら潰されても ね別に痛くないからってことで、ね、スタンチもたまんないから別にいいやっていう、はい、そう。まあねやっぱねふたちゃんさん倒してるっていう自信がねやっぱムーさんにはあると思うんで、兄弟ですからね。それ言うとねなんかダメになる。ほらほらちょっと言わないようにしてたのにさっきはそれ言ったら急になんか動きがおかしくなったから大丈夫、ムーさんはね強いから。さあ破れかぶれで突っ込んできた。さあマットはチームメイトだからね大丈夫してる。マツだけ強い。さあ中盤ゼロドット。さあドリル冷静。じゃあ次ヒデクサですね。はい、ということで、お互いチュンリーということで、まあ負けても得るものがある。え、はいはい、そっちです。そう、勝てばそのままこれ負けてる。これそう、まあ、待って今ルールちょっと確認なんですけど、これ負けたら、ね、敗者復活の1回戦で勝ったら何ももらえない。もらえる、もらえるんじゃないの。うん、もらえるでしょ。じゃあムーさんは次竜も使えますから、はい。じゃあ何、これ勝ったらチュンリー2体使えるってこと。おいしいね、おいしいね。まあそれは当たり運だからね、しょうがない。勝てば得るものが大きいぞ。しわしい。さあ飛んで、さあ半分ゲットして、これワントビーになってた。草さんとヒデさんですね。さあちょっと
百列で落とした。バックジャンプ冷静、上はちょっと安かったがしっかりガード。さあめくれ、おっと電車出してく。さあ足払いが、さあちょっと遠距離戦になっている。どっちがジャンプしてくるかな。しない、なかなか我慢強いぞ。テンションで待ってるぞ、2人とも早くジャンプしてこいと。テンションしっかり、おっと今早くない、今ちょっとソニック様風味だったね、結構早かった気がする。上飛んで飛行券を見てから、おっとフルヒット、しかしテンションで切り返して投げる、投げで攻めが終わらない。さあこれガードできんの、今中盤見えてたような気がしたけどな。さあゲージを止めるぞ、落とされて暴れる、飛んでいるぞヒデチュンリー。さあ結構熱い場面が続いたんですが、取ったのはヒデさんということで、あれね、円柱パンでガードになったの、多分運がいいね、間違いなく運がいい。次ね、店長さんとエクスパーさん、店長さんがこっち、エクスパーさんあっち、メインキャラ使っていい、リュウリュウ、あ、はい、これも店長さんかね、あの、エクスパー勝てば2体、あ、確かにリュウ2体になる、ね、美味しい。いや、あのね、最近ね、チュンリチュンリ超楽しいんだわ。まあね、面白いですね、面白い、マジね、あのね、天天も熱いけどね、チュンチュンも熱いんだわ最近。ということでさあ、なんかね、結構お店で、あーっていってファイヤーじゃなかったから、これ大丈夫、台足かく今の、かくるかもしれない、わかんない、かくるかもしれない、うん、まあでもあの生波動の方がスタンス高いんで、うん、ありですよね。そうね、ワンチャンピオルそうそう、ワンチャンピオでね、なんかね、おっとワンピ、おっといいのか、ツーピーを渡して、あーこれは、おおい、エクスパー、エクスパーさんが、おっと超えない、冷静ですね、冷静ですね。さあ店長さんは見すぎるとちょっと若干、でも見れる店長さんの方がね強いですからね、やっぱり。さあゲージを、さあうまい、ロテッティア、しかしやられて、まあ、回った、これは大四角、スピーガーに回った、うまい。さあゲージを持ってるので、お互いどこで離していくのか、見てからやるのか、ここでパラス、先にエクスパーさんが入って、これは厳しい状況になりましたよ。いやでもね、溜めるんですよ垂直竜巻で、こうやって、だからね、エクスパーさん的にはそんなに痛くはないんですが、いや時間がない、今の立ち絵しかしはうまいが、うまいぞ、これはさすがに厳しいか、もうガードだけでいいはず、飛んで逃げる、ね、あ、心を折っていく、あーいいですねこういうね、いや逃げ回るってのもね大事ですからね。さあ友田さんから、店長さん頑張ってとエールをいただいて、店長さんに気合が入る。さあゲージは溜まりそうなのはエクスパーだ、そうですね、今のところゲージ回収、溜まった、溜まった、景気よく打ってみて、さあキス、あー今危ねえさあ食らった、店長がなぜか食らった。さあ店長にもゲージがある、これを無駄に打たせ、あー怖い怖い、今の感覚、さあこれは上は飛んで、店長さんが飛んでいるぞ、あー三段入って、まさかのエクスパーやるやん、店長さん入りたい、エクスパーやるやん。次もみおさんとカピタンさん、カピタンさん 2P でお願いします。もみーにゃ、友田さんが逃げ払って書いてるわいやエクスパやるやん、かっこいい。あのね、の試合ね、しこたまやってたからね、ね、あのね、多分ね、あるなとは思った。そう、ダルシム開幕飛んで、あーやばいやつと、ミスらないかも、見よう、バンバンバレバレ、ああちょっと前外だった、いやいやガード中だった、ガード中だと入らない、はい、ガード硬直だった今、あなるほど、ガード中は投げらんないんでね、あそっか、はい、そうでしたね、早かったスクリュー出すのが、あー引っかかって、でもまだ余裕がある、
やばい、しかも優しくない方、安住バッチリ、あしかも優しくない方、もう一回、あーっと、優しい、優しかった。さあこれでリセットできるか。いやありますよ、これは逆転できます。ダーダキくん、もう体力追いついた。あーいって、逃した魚は大きい、大きかった、勝ってたんだが、この場合だとやはりうまい感じが、ね、さあもう捕まりたくない。うわー事故ってる、あーブル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 、やばいやつ、テレポ、さあ逃げた逃げた、気合いのテレポ。さあこれで分からなくなった。しかしもうモミオは相打ち上等で突っ込んでくる。そうですね、体力勝ってるから、あーっとモミオが大攻撃しか起こさない。めっちゃ飛んできた、ね、あー大パンチでピヨリそうだが、やばいぞ。さあカプタン、あーどうする、インフェルノも、あー飛んだ飛んだ、飛ばれてる、強気のモミオ勝利、強気のファイヤーだったが、あれこれ、はいはいはい、はい、次ムヒデかな。そうですね、ムヒデ、ムヒデ、よっしゃ俺2体やるからね、チュンリそうですね、ダルシムとリュウですね。いや、なにこれ2回戦で負けた人も2キャラ使えるの。あ、落ちた時の状態でやるってことね。じゃあ、ダルシムリュウ、ドゥーン、ダルいや、ま、あ、そう、いや、ムーンさん1回も勝ってないから、いや、1回勝ったな。さあ、チュンリーチュンリー2体いるのでなんかずるくない。シンプルになんかずるい気がしてきた。テンションを切り返して上、これはしっかり振り向く、入らないが投げられる、真空は避ける、あーっと惜しかった。さあでもチュンリー竜どっかで事故る可能性はあるから、大事なのは真空、事故らすためにはゲージが何よりも必要、適当に突っ込んでて真空が当たれば勝ち、それでいいじゃないか。投げて竜巻は許さない、安全に戦っているように見えるヒデチュンリー。さあ早出し、これは上、あー引っかかってしまった、大キックを出して、これはテンションで強気に切り返して削る。まあまあまあ、ダルシムがいるから。さあダルシムでチュンリー戦に、あごめんごめん、ピンクのボタン押して、ピンクのボタン、はい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 、まあダルシムチュンリーね、ちょっとお互い難しいんだけど多分いい試合になるんで、ただダルシムがもみくちゃにされるケースの方が多いと。あーっとピヨっちゃうよ、大丈夫、ピヨらせに行ったが冷静に対処。さあ遠距離戦になる、ドリルで足に当たったから下段っぽいな、掴んで、さあどう攻める、掴み強気、まだテンションは出さない、暴れない、ヒデチュンリーがそろそろゲージが溜まるので溜まって、さあっと安く済んだ、投げる、受け身がない、受け身がないのはちょっとやばかったが、わざとかな、まあまあ、ダメージがあったから。さあ死んだ。バーンバーンバーン、次のムーさん次のラウンド頑張りましょう。まあとりあえずこれはそう、さあいい、まあ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 、これデモ画面、これこれ、さあ開幕どうする、上、さすがに飛ばないんじゃない。さあ突っ込んでってブラストは悪くないと思うんですよね。さあ読んでて、さあどうする、裏に行くぞ、しかしそれはテンションで切り返される、今の飛行剣良かった、そうですね、うん、重ね良かった。さあゲージがあるのでコパンしっかり見てるぞ、大キック冷静、これは間合いがいい、いい間合いだ、上当たってしまう、フルヒット、
4ヒットでした、すいません。さあ当たらない、来たよ皆さん、いける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 、オッケー、追い詰めたが飛ぶよ、ほらさあこれはドリルでフォロー、あそこのドリルは落としづらいですからね、はい、さあでももう一回使えると、今度は押しっぱからだよ、あ、ちゃんと何奪った色でやるの、奪った色でやらないと優しい。さあ2回目ちょっと歩いて大百列、あれみんななんでできるんですか、いやタイミング、タイミングだからすげえむずいんです、ね、僕もさっきやったけど竜に、ね、どうやったらできるんだろう、なんか4回押しといてちょっと歩いて押すみたいな、それ受付短いっすよね、そうそうそう、さあいいペースでムーが勝ってるぞ、ムーさんニヤニヤしてる、成長してるはずのヒデが追い詰められている、エボルブ、エボルブしている、おっとめくりに行くぞ、上、ここが悩ましいんですよね、おっと避けんのやばくない今のファイヤー当たったように見えたけど、そうですね、さあ端っこ、これは厳しい、厳しいですね、しっかり上見ていた、あれさあ最終ラウンド、上に行ったダルシムが超早出しで中キックとか出してない限りはもう落とされちゃいますから ね、 そうですね、次の試合エクスパー対ストバンクモミオです、さあ、あーっと相打ち、これは画面端が近くて嫌な距離だったが投げ返す、でもこれは全然いいですよ、そうですね、インフェルノ逃げられる、投げ間に合わないか、間に合わないか、さあムーがいいペース、このペースで、あー上でも安く済んだ、慌てないでほしい、あーっと一休み、一休み、チューチューつながる、じゃあヒデ君がチュンリチュンリダルシムですね、はい、ストマックも、え、龍龍、はい、エクスパー 1P、2P、ストマックもみお、2P、さあ、もみおくんが、龍龍、龍龍、うん、2キャラね、もみおくんは、まだゼロ、いや、ザンギダルシムに勝ったんでね、はい、ザルシムザンギね、はい、さあ、ダルシム。敵を吸収して強くなる、エクスパーがこれはいけるって言ってますから頑張ってほしいですね、お、いける感じの、おっと、まあ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 、まあ、おっと、おっと、しかし竜巻全ぐらい、もみおこれ全然ダメだ全然ダメか、さすがに使ったことないかもしれないですね、さあやられている、噛み合いがいいですね、これ分からないはずなんで、とりあえず全部後出しをやろうという意識で、なるほど、やってみるといいと思います、まずは前取りですね、そうですね、はいはいっつっておっと今のはやりにくい、お、立った、でも2段目から食らったさっきも見えました ね、 ね、あれみんなやるね、え、いやあのね、次ザンギだから相手が、そうそう、ザンギエフに勝てば、OK、クレジット、クレジット、上のピンクのボタンを押してくれます、ありがとうございます、すいません、はいはい、オッケーオッケーオッケー、さあここからですね、ここからですよ、リュウリュウを倒してほしい、今日は白リュウとめちゃくちゃやってますからね、バン、うーっと暴れがタイミングが違った暴れた、おっと斬新な置き詰め、しかしダブラリ食らってしまう、昇竜、大昇竜、上、それ流行ってんのま、まあなんかあれスケリューのスカリさえ出なければ、ね、フォロー可能ですからね、さあ大昇竜、サハビチューパンかなんかの前後するんじゃなかったかな、垂直は、さあ踏み込みがいいぞ、投げる、あとさあ出し続ける意志力、とりあえず削って、あっとこれは
モミオのちょっと弱点が乱戦にちょっと弱いっていうところがあるので、はい、乱戦に弱い、なるほど、はい、あるんで、あ、ごめんね。さあ、上、上、あー、食らう、全部食らう。あー、読まれて大昇龍、下がる。読んでるわけではないですね、残念ながら。あー、流行ってる、流行ってるやつ。バックジャンプ、おお、エクスパー、店長とモミを殺すのか。あー、でもバックジャンプ、対策されてしまった。おー、惜しい、惜しかったね、あと1回はあるよ。リュウ、いや、リュウね、なんでダルシム使おうとするのか。え、リュウ、リュウ、さっきリュウ倒したでしょ、そのリュウもらえるの。リュウ、リュウ倒したでしょ、リュウ、リュウ、じゃあダルシムはいない、ダルシムいない。全然納得してない、全然納得してない、難しいですね、伝えるのが。さあ、もうエクスパーさんといえばね、ダルシム使いですか、ね、そうですね、ダルシムは強すぎるから使うのをやめたと言ってましたからね。そんなこと言ってましたね。さあ踏み込み、簡単って言ってました。簡単ではないだろ。おーっと、バックジャンプを多用してくる。これ秋葉原のヘイというところで僕見たことあります、こういう動き。ああそうなんですか。あー、もうそれ流行ってんのバレたよ。早くも対策。あーっと、安全重ねしっかりしてたが、弾きスクリューがなんかあれになってしまった。おっ、あー、歩きスクリュー。エクスパーさんワンチャンどれぐらいだろう。結構長いですよね。20年ぐらいいますよ。はい、でも今20歳の連中よりアントビーになる、長く日本にいる。アントビーしっかりしてるぞ、優しくないぞ。全部全部リバーサ男。あれってあれってちゃんとやれば歩き弾き入るんですか。どうなんでしょう、ローキック安全が。あーっと食らう、ダブラリ見てから打ってしまった。トミオ勝利。はい、ヒデ対ミハルです。ヒデ、ミハル、さあ、え、ならない、ならない。 1P、 ミハルさん 2P、 ミハルさんはリュウリュウベガ、あ、リュウリュウベガ、リュウリュウベガ、うん、そうですね、うん。さあ、ヒデ龍対ミハル龍、ミハルさんはリュウリュウベガですね。ヒデ君はリュウチュンリチュンリ、はい、そう、ダルシムはもらわなかったですね。おっと、中ボス、相手のキャラもらえるルール、僕これかなり好きなんですけど。おっと、おっと、伊藤よかどうの屋上か、これ。あ、これ、人死なないんじゃない？あ、死んだ死んだ。結構減ったぞ。死なないかと思ったけどね。そうですね、緊張しましたね。さあ、飛ぶアッパー、悪くない。さあ、波動拳を打つか。おっと、おっと、いいですよ。波動拳打つかとジャンプするかだけのゲームになってないか、これ。マジでベガと一緒だぞ。あっと、あー、ヒデ龍が、ヒデ龍が画面端バックジャンプに対応ができない。あっと、しっかり読んでた。よう、できる。飛んで、なんか違う。さあ、飛ばれてるぞ。ミハルがよくわからないなりに戦っている。これでも戦えてしまう。いいですね。もう、もうシャーリンアッパーしか打たない。あ、いいですね。割り切り、割り切り、いいですよ。ベガと同じですね。さあ、下がる。真空がある。飛ぶ。あ、さあ、いけるか。めくりバックジャンプ。いやー、どうする。どっかで前に飛んで、さあ、打ってみた。やっと出た。あとはここ一番のアッパー。あー、違うし。ミハル龍が初勝利。
勝ったぞ。勝ったのでチュンリー、まあ、チュンリー2体にリュウリュウベガで戦うと。そうですね、リュウがかなり頑張らないときついですね。きついですね。まあでもこのリュウを倒しておいたのは大きいと思いますよ。そうですね、そう、まあ、勝ち負けは別としてもあのメインのベガでね、一回なんか消耗させられるみたいなのがありますから。ああ、やりたい放題やってる。やりたい放題ですね。確かに。みんなもっとサブキャラ使った方がいいよって。飛んだ。あるぞ。さあ、ゲージためモードになった。みはるさんが、わーっとうまい。ゲンキックからの下げ飛びちゃんとしますね。下がるバックジャンプは、あーっと、お打たせた。昇竜も打っていくぞ。上から行く。飛んでしっかり2段背中で、その連携はその連携はきついぞ。どこにいるんだか分かんないですからね、はい、さあもう1体竜出てくるのか。もうまだ竜ベガー残ってます。3回使います。さあとりあえず楽はさせないで負けたい。まあそうですね、うん、嫌な気分にはさせたいですね。で最低でもさーっと惜しかった。勝利を切り返す、投げ返す、上あと、あそれいいかもしんない匂うやつですね。今なんかね可能性感じましたよ今のムーブ、可能性の獣ですね、はい、すかして投げて、これはダメ。ヒデチュンリーは流線やっております。難しいのはやっぱ竜巻の対処ですからね。裏から投げピオル、ピオルだ。竜巻はダメ。あれが抜けたら全然別のカードになってましたよねなんかまあ最近のゲームなら抜けそう。そうですね、うん、さあ対象のベガ、最近のゲームはね飛び道具は抜けられるためにあると言っても過言ではないぐらい抜けられますからね。全キャラに飛び道具抜け、はい、ウルコンとかついてますからね。さあバックジャンプ、悪くない対空、立ち回っている中でどっかでゲージは作っておきたい。裏でめくられて投げ返す、これはちょっと待ってから100列暴れと投げる、100列暴れしてく拾ってめくり、どっちどっち、逃げる、これは美味しい。下がれるスペースがある。さああとは空対空からの連携で、あ届かなかった。今の前歩きだけ早かったっすね。上さあってはいたがボタンを押すのが遅れてしまったか。めく投げ返す、あはっ、かたくなに100列暴れ、これはしっかり待っていた。まだ出す、安いからまだ出すぞと。あいやーどう思います今の。いやまあまあ天章3回を大キックで済ませてしまったという。なるほど、あれがそこはいけなかったかな。来てしまいましたね。上り中盤欲しかったですね、はい、ではストマックも妙対トネピン2回目ベガ。あ、そうですね。ストマックもみを 1P、トネピー 2P です。そう、お？そうだね。チュンリーダルシム対リュ、いくつだ？どう？ルートかわかんない。モミオがダルシムとザンギエクスパーに勝ってる。あ、そうだ、リュウもいる。さあ開幕飛んでいくのはトネピーチュンリー、ワンピー側はモミオのリュウですね。やっぱりこうやって見ると竜とチュンリーまみれになるということなんでしょう。
だその場合はまずい。トヌピいきなり組み立てがうまくて画面端に到達。しかしモミヨ竜は連キャンジャンプをしていく。もちろん竜でも使ったら強いですね。さあ新旧ガード中ゴス2段目を食らう。さっきあんだけバカにしてたのに、センネスぶっ放した。だー、大足が相打ちで、トヌピー残りが チュンリーに勝ってダルシムか、そうか。シードが不利なゲームって面白いですね。2キャラだけです。あ、モミオ竜はどこまでいけるのか。吸い込んでいく。あっと足がうまい、非常にうまい。竜巻とりあえず気持ちよく慣れにいく。まあだいぶリードした。こっからトネピーはどう取り返すか。ステージが早い。さあ勝利は一シンク重なっている。ヒデ君次試合です。さあ掴んでいく。ちょっと待った、チョップで落ちない。さあ見えない間合いでのタクに行く。どうする、タッチキック。さああとは真空を食らわなければと言ってたら投げが通る。最後はピオラされてしまう。開幕ファイヤーから、さあ歩いて寄っていくのはトネピー。さあドリルがちょっと低かった。中足ファイヤー中ゴス、アッパー勝利、モミオ勝利。ではヒデ対モミオです。あ、ヒデごめん、モミオ対トネピーですね。あ、これ終わったのか。ヒデ対モミオ、ヒデ 1P です。モミオはモミオキャラ何持ってるんだっけ。ダルダル流産機 OK。誰2回倒してるえ、あのトネピーから奪うキャラはダルシムじゃなくてもいいんだよ。チェンリーでもいいよ。チェンリーにしとく。はい、さあヒデ竜対モミオのダルシム、さっきと逆のカード。モミオはやっぱりやりに行く方が得意なので、ダルシムはなかなか使えないでしょう。ハロー from UK、 今度はイギリスから。さあめくりすら知っているが、勝利権割ってめくり立つ巻き、何もつながっていない連携。最後暴れ勝利をとがめていく。竜対ダルシムはもちろんダルシム有利なんですが、さあ昇竜拳に、お、竜巻も燃やされ、竜巻やっと当たった。なんだなんだ、インフェルノ当たらない。おっと踏み込みたいやし、これは鋭いが、ドリル1回じゃ死なない体力っぽい。真空重なってしまう。だー高めくらい投げ。ヒデがリュウリュウチュンリチュンリ、リュウリュウベガチュンチュンか、ベガか。
ドリル中パンつかみ、ドリル中パンつかみ、端に行ったらファイヤー中パンつかみ、さあ暴れまくる、おっなんで壊しなの、普段何を見ているのか、他のキャラに本当に興味がないってことですよね。さあ投げ返したのはヒデだー、減った、今の結構減りましたね。おっと開幕フレーム、さあスライディングを対応していく、ナルシム戦強いとはいえフレーム燃やたヨガ死ぬまでフレームからのインフェルノ、48手を使っていく、あれ普通にマイジャンプで終わりです。さあヒデチュンリーがやっと出てくる、モミオはダルシムを有効活用する、うおー、しかしテンション、あれある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 、落ちないんだよな、あの前は落ちないですね。さっきのダイスラー耐久はすごく良かったですね、あれイニシエの技ですけどもなかなか使い手がいない、ダーチョップで落ちない、しかしモミをやることやりましたね、ダルシムでチュンリーを出すかリュウを出すか、チュンリーを出す、普段やられて嫌なことをやると非常に単純ですね。あなんだなんだ、あさあ飛行剣をあんまり使わずに前に行くスタイルだー、すぐそれ、困ったら本当にすぐ、さあこの試合で終わった方がニーヤーさんと対決ですね、これはモミを応援するべきか、頑張れモミを、さあ後ろに投げた、100列が重なっている、前列、あーらららら、うわあの高さで出す、さあモミオチュンリーがやるのか、さあこっちはリスクがねえぞと、とりあえず打って、本当にねどんな高さで打ってもいいと思ってるから腹立ちますよね。おー投げた、上り中キック、ワンチャンある、戦列ガード、うわ前飛びヒデの叫びが聞こえる、あるある、戦列ヒット、まだあとチュンリー一体残ってます、あるよヒデ負けろとみんなから声援が飛んでおります。さあ一度あることは二度までは普通にありえる、さあこの目の前の百列、
あ、あ、おお、投げて踏みつけすかしは反応、今の反応は偉い。これは戦列が一番知らない。あテンションが負けた。さあモミオチュンリリーチ、非常にうまく噛み合っている。あ、目の前百列に味を占めたか。これは安い。さあからの、あーっと背中蹴り、引き付けが難しいやつ。さあこれはがぜん面白くなってきた。お、いいよ。あっと投げたのはヒデ、受け身がない。さあしかし両者ゲージ、あー裏に行ってしまってた。で龍残機ですね。あれ龍使ったよね、使ったっけ、使ってないか、オッケー。さあもみを、あるあるある、本当にある。さあめくりは投げた、空達もみをサブキャラで竜を使ってるのを見たことがあるぞ。かなりいやらしい動きをしていた。真空とりあえず、おお、うまい。めくり竜巻、あーっと近かった。昇竜が使って投げる、あそこは暴れづらい。暴れるにしても弱小竜以外は多分戦列に一歩負けするでしょう。さあ近距離戦になるとご茶力で、おっとおっと、3番ピヨって当たらない。戦列なぜそこで使うんだ。さあ真空当たらない、上り、あーっと弦が差し返しになってしまう。さあ画面端、おーファイヤー、おースピニングを潰した中ゴス、しかも地上、なんだこれは、何かを起こそうとしている。さあうまい、さあ飛びがうまくてゲージが溜まりそうで3分の1ゲットしている。シンクぶち込んだからの転生、ヒデも必死だ。うわ、あーあー、うわ、これは、あー飛び落としてもみを勝利。これはもうダメだ、ムーさんのことを何も言えないですね。モミオでは 1P 側に行ってください。ニーアさんが 2P です。ニーアさんはダルチェンホンダかな、下に落ちたんだからダルチェンホンダですよね。チュンダルベガか、チュンダルベガホンダ。さあいい悲鳴が聞こえましたね。あ、ヒデさん一言どうぞ。完全にカスでしたわ。はい、はい、あ、いい、まあこれね、まだ、あ、さっきヒデくんが持ってたキャラをリュウ、ベガ、チュン、チュンからベガ、まあまだエストまで1週間あるんでね、仕上げればいいですからね。1週間しかないんだよ。1週間もうですよ、もう1週間ですよ。1週間しっかりイメトレすればいいんですよ。何試合できるんですか、え、何試合できるんですか、1週間で。1週間で多分200試合くらいやります。200試合頑張ってくれ。はい、さあフレームにぶっ込んだニ
アーダルシムが露骨な動き、さあ掴んだ、ナイスキャッチ、ダブルインからのナイスガード。そこはインフェルノ早口でしたね。開幕ダブル2を攻めたくるぞ、中足2位が入る、全部下が開く、投げ返し必死で、おおこれうまい、もみおべがかなり強いですね。さあ対するニアはダルシムを殺すことには長けているが、ダルシムを使ってるのは見たことない。さあ投げはいないだった、やっぱね筒状を打たないとね。あーっと投げられて、めぐり中キック。さあチュンリー、ベガ、ホンダか。チュンリーかな、ホンダを出す。本当に懺悔に取っておくべきものではないのか。百貫逃げからふがふがされた。おーいちょ、おー百貫、そしてさあ削っていく。さああの相模ジャックパンチを逃すと終わり。しかし最後の連携は、おお、アルピオルナ。さあベガン入らない、うまい。いやー、ホンダの対策が光りまくる、余計なもの全然くだらない。百貫どうするだ、これどうする、どうするんだ、百貫。おお、読みは良かったが何もできず、おお危ない危ない、もみおべがを撃破。ここで龍が登場、こんだけ龍がいっぱいいたらそりゃ出てきますわ。さあファイヤーハードを対空して百貫で攻め立てる、リバーサ昇竜。さあ沖昇竜、諦めない男だが何も良くなっていないぞ。あー無双を止まれているからの大足だと思った、あーバックジャンプ。さあ開幕張り手百貫、これはバックジャンプで対応。百貫来たぞからの、おお投げられなかったが、おおうまいうまいうまい、全部百貫。さあ真空波動で、これはニアピンチ、残るはチュンリーとベガ、ここでベガを出していく。さあファイヤーハードから、ニーアベガも相当強いんですよね。さあこのシューゴス生ファイヤーという連携、黄金連携ですね。当たっても当たんなくても別にいい、 OK。さあ技が出なくてちょっと前気味のニア、おお相打ちを取ったが、おおすごい避け方をした。さあこっからどうする、開幕スライディング咎められていく、踏んづけが入って
カニベガニファイヤー一発で台無しにしていく。昇竜しっかり出る。さあモミオペース、圧倒的モミオペース。立ちこキックからの投げにいったら昇竜、まだ最後何やったんですか。ジャッ、あー遠距離ジャッキックになってたからですね。さあ最後のキャラニーアチュンリー開幕カラちゃん投げ、ホンダっぽい。さあからのチュンリーを大将に残した意味は何か秘策があったのか。投げ、コンボにしては減りすぎるやつ。開幕飛びは今度は昇竜しっかり落とした。さあファイヤーで黙らした密着、真空まで使わせたが体力がほとんどない。ファイヤーもらう、転生めくるよ、あー上り中キックがベストですね。さあもみお竜はかなりいい動きをしている。もう相当割り切った動き。おっと投げピオラない竜巻、あくまでも密着勝負、勝ったのはもみお。流行りましたね、今日3回ぐらい見ましたよ。プーさんのせいですね。さあそれでは決勝戦いきましょうか。僕ライフ2つはないんですがキャラはいっぱい持ってます。で最後キャラ何もらう、ホンダ、わかりました。それではじゃんけんで 1P2P。 さあセブンイレブンに行ってたらなぜか決勝にもうなっていたと、タバコを買ってきました。え、あ、ニカさんの完全に店員の怒りインカム回収ですね。うわぁマジマジ悪魔の笑顔だわ本当。さあ決まりました、行きましょう。もみお、ホンダ、ニカさん、チュンリー。さあニカチュンリーは結構厄介です。ローリスクで相手を殺しに行く感じだが、転生、これは電確定。さあ下がりすぎると大変なことになるぞ、これは踏んでしまう。画面端には押さない、空対空、これも電確定、これは確定ですね。しょうがない、立ちガードだとより隠りやすいんでしたっけ。さあ背中垂直、さあここで腹部エステから投げ返す。さあドンピシャ飛び、これが残機の中核、いやーこれはいい腹ばい。さあニカさんがこれはチュンリーやられてしまうのか。いやーあれ激強、あれしょうがない。
あ、行って、どっち投げるしょうがない さあここで龍ですね、はい、さあ普段ニカさんもチュンリーでこの色の龍とよくやっている、名前は伏せますがかなり強い龍です。なのでさあゲージも持って体力もマッキッキー、さあこれはちょっと美味しくない相打ちだが、相打ちしたところでというところでしょうか。さあ気候踏んで、さあひたすら気候モード垂直激寒部だが、カスロを見出すのか、どっち、あーこれはしょうがない。チュンリーのめくりは結構難しいですよね。めくり弱タスマッチとか行った方がまだいいですよね。あれ結構チュンリーめくろうとしてだいたい正ガード OK なんで、結構熟練度が必要です。さあ飛行点遅らせて、これは投げかく打ち身がない。さあコース入って大足足流らなかったが、おっと生ぐらい、あー垂直飛んでなかった。さあ中中飛行点達集系体育、いやー厳しい。さあ大パンガス一方的だか、どこかで、さあこかしてどっち、表遊び、これはバッチリですね。さあここは釣られない。100レス妖怪客のあれですね、いやー厳しいこれはしょうがない。ランディア取っておく。さあここでダルシム、さあチュンリーダルシムもマジで両カードですね。さあ痛い、あこれナメプですね。あの撫での後中足行ってたら撫で角なんですけれども、ちょっとでも投げを遅れてしまうと相手痛いのが、さあこれはちょっと 激安だが、マジかー、あ中限で済んで安い、しかし飛びまくる、やりたい放題だな。さあ残るはベガとザンディ、さあここでザンディ投入、ここが本命だと。しかしカードを結構減らしてしまった。ザンディでチュンリー倒したとしてもホンダが待っている。そしてピオラされて安いコンボ転生、おっとこれは連携だったか、転生暴れ、これはしょうがない、壊し戦です、迷いにしてあれが強い、あれやることない、あのダッシュ受け終わってる、あそうなんですか、しゃがみ中盤で一方勝ちの可能性が若干あり、あー大足が入らずよ、イランダメージを、そしてピオラされてかっこいいコンボ。さあ連チャンジャンプを駆使していくが、どこかで飛びを合わせたい、あーこれは見られている、ヒデと同じです、ブッパーダメです。さあ垂直チュンリー様から安定三段つけずり立ちだけ、あれもね強いんですけど、たまにダブラリと負ける可能性があるのでダブラリ仕込んで、ここは壊したいよし、踏んづけてしまうと痛い、おっと露骨に何に行ったか今のは、
さあこれは死んだ。小中大でやっぱもらうダメージ違うんすね。さあここでダルシム、さあスクリューが入って冷てぇ連携、中パン中パン立ち中継、なんだこの連携は。さすがに折れない。おっと、あーマジか、今コパンバレですか。コパンバレ最速フレームを生かした。しかしモミオが頑張れない、寄らせない。なんだこのキャラは、ワンチャンない。さあ店員怒りのインカム回収、ラストはベガー。さあこの画面端元に杖がホバーで切り返して、あ、なんだ今のは、そんな対空が。さあ燃やされてインフェルノ確定では、あれこれはどういう読み合いだったの。んライトメアに負ける。さあ投げて、浮き身がない、ゴシゴシされて投げ返す、裏ホバーが入って投げてピオル。さあファイナルラウンド、さあゴシゴシして、あーこれは厳しい、なんだこれは。しかしワンチャンだろ、これはしょうがない。さあというわけで本日は2回転ダルシム・リュウ・バイソン・チュンリー・ホンダの勝利。もうキャラが強すぎてしょうがないですねこれは。まあそうですね、というわけで本日のイベント以上となります。まあ来週 XS ですね、皆さんの試合しこたまやって来週に仕上げていきましょう。お疲れ様でした。あ、ニカさん一言あります、いらない、はい。
はい、MOV です。やる、あ、にぐれにぐれ、早速反応されてる配信されてるよ最近あのドグラと MOV が似てるっていう、ああそうなん、そういうもんじゃないから、では申し訳ないですけども今日は配信ここでストップいたします。皆様ご視聴ありがとうございました。最後にいいのが見れましたね。ではまた火曜日、あ、疲れ様です。お疲れ様です。